ポスト共産主義は新政権が自由市場志向の資本主義経済を創設しようとするヨーロッパやアジアの一部に存在する旧共産主義国における政治的または経済的な変化や過渡期の時代である。東側諸国、西側諸国双方におけるほとんどの共産党の政策はソビエト連邦の例による統治が行われていた。 1989年の共産党が支配する政権の崩壊後の東側諸国のほとんどの国では共産党は二つの分派に分かれた。改革志向の社会民主主義政党と新たなあまり変革を志向しない共産主義政党である。新たに作られた社会民主主義政党は一般に他の共産党より強大で強力であり、ベラルーシやチェコ、カザフスタン、モルドバ、 ロシア、タジキスタン、ウクライナだけが共産党は強力な力を残した。資本主義への移行が貧困や失業のような経済問題を引き起こし始めると共産主義者だった社会民主党員は急速に支持を得た。ほとんど全部が過去15年間に少なくとも1回は行われた、それぞれの国の全国選挙で勝利した。西側諸国では、 自称共産党の多くが中道路線や弱い急進路線に政策を変更することで対応した。イタリアやドイツのような国ではポスト共産主義は実際の社会民主党に影響力を増すことになった。西側諸国の反素共産党はソビエト連邦の崩壊が見解と予言を支持すると感じたが特にそこから得るものはなく事実一部は同様にやや急進化した。 ハンガリーやユーゴスラビア、ポーランドが有名な数カ国の共産主義国は1980年代に計画経済から市場志向の経済への経済改革を実行していた。ポスト共産主義経済移行はさらに唐突なものであり、十分に資本主義経済を創設することを狙った。関係国すべてが共産主義経済管理の伝統的な手法を禁止し、 多かれ少なかれ成功率に自由市場体制に移行した。一部は多国籍企業の効果を強調するが、改革にも依然として分かってきている重要なマイナスの結果があった。平均的な生活水準は最も有名なところでは NIS 諸国における旧経済総合援助会議の多くで1990年早期に破滅的な下落を示し、この10年の終わりにかけて、 再び上昇を始めた。一部の人口は今日1989年に比べて依然として相当悪化している。すべての国がグレートリセッションで苦しんでいるが、しかしたの国はその基準点から相当回復してきていて、スロバキアやエストニア、ラトビア、リトアニアのような一部の国は経済的な急成長を経験した。一部の国は実際は西側諸国より、 資本主義的であるとの議論があるが、今日ヨーロッパのほとんどのアトポスト共産主義国は一般に混合経済であると見られている。ポスト共産主義に関連する経済的潮流はハイパーインフレーションや自由化、新自由主義、民営化を含んでいる。ポスト共産主義経済圏における基本的な挑戦は、ポスト共産主義国の組織で続く緊張関係の偉大な合意の結果として、 資本主義と民主主義の理論に影響を与える制度上の圧力が共産主義のもとで創設され今日この状況で社会化された経営者により運営される組織で用いられるものである。http コロンスラッシュスラッシュ www.tol.org トールヒストリータイムライントランジションズオンライン www.tol.org.template サイトウェブの呼び出しエラー引数アクセスデートは必須です。ありがとうございます。